おぎくぼタウンセブンは東京都杉並区おぎくぼ駅北口に所在するショッピングセンター。前身は戦後間もない1946年現在のタウンセブンの場所にできた闇市から発展したおぎくぼ振興商店街で新興マーケットとも呼ばれた。木造の建物が立ち並んでいたため火災が多く、また店舗群が老朽化したため、 商店街の場所に新しくビルを建て、そこに新興商店街の店舗が入居した。これが現在のタウンセブンビルである。110の専門店が連ねる。1981年に新興マーケットの跡地に現在の半分の規模でオープン。新興商店街の店舗が入居するとともに、隣接地にあった西をギクボ店がタウンセブンの3の5階に移転。 西遊小木久保店の建物があった場所に残りのフロアを建設し、西遊小木久保店が増床する形で入居して、現在の形となった。新興商店街時代から小木久保商事株式会社が運営を行っている。テレビ CM の放映は開店より一度も行っていない。ただし、一時期のみ、かつて、 TBS ラジオにおいて、ラジオ CM 放送が行われていた。専門店街は、地下1階から2階及び6階7階の半分のフロアで、残りの半分及び3階から5階の全フロアは、声優おぎくぼ店である。隣接するルミネおぎくぼ店とは1階7階を除く、各階にて、連絡通路が存在する。フロア名称は2010年のリニューアル時に一新した。 タウンセブンビル完成から1981年タウンセブンの歴史小木久保タウンセブン2015年8月23日閲覧小木久保新興商店街新興マーケット1946から81年タウンセブンの歴史小木久保タウンセブン2015年8月23日閲覧1995年のサマーセール音源歌詞の一部には一階の キャッチフレーズである、触れ合いの街が入る一部店舗は8月15日まで、一部食品店舗は9月10日まで営業した。なお、声優おぎくぼ店及び屋上のちびっこ広場は改装中も通常を営業した。おぎくぼタウンセブン、タウンセブン、タウンセブン公式ツイッター。今日もあの曲は夕方5時に放送中。2016年5月12日閲覧。 ありがとうございます。